ぷっぴらなーい。あら、いらっしゃい。というわけで、今回は前回の続きのプレイね。お宝一番館終わり小牧店さん、見て、お宝一って書いてあるじゃん。かわいいね。そう。で、ちょっとね、大きめの景品ね、大きめの景品を、じゃんじゃん、ぷぷぴでしていこうと思うわね。まあ、ね、これ、ヤンヤンつけ棒がさ、10個も入ってんのよ。これ、どうすんのこんなにって思うんだけどさ、お子様の多い家には、あっという間になくなってしまうような貴重なアイテムなのよ。というわけで、右お尻からの左うなじマニア。そう。左うなじをひたすら触っていく。最後はデリケートゾーンと思ったら、あれ入らなかったね。これ左手入らない。ちょっとギリギリ。あー、やっぱね、今のが入ってたらいけたんだけどな。まあ、こうなってもね、慌てなくても大丈夫よ。手前側ちょっと上げてあげるだけ。はい、切ったそれではお聞きください。ヤンヤンつけ棒のロンド。チョコとクラッカーの心躍るようなハーモニーだったわね。それじゃ行くわよ。せーの、ププピドゥよ。ププピドゥ。カマコの沼。はい、じゃあお次はね、シリアルよ、シリアル。っていうか、でかいのよ。めちゃくちゃでかいのよ。どのくらい大きいかっていうと、名古屋セントラルで、セントラル噛んじゃダメなとこだった。ここで噛んじゃダメ。名古屋セントラルタワーズの右側の塔と同じくらいの大きさ。って言おうと思ったら、もう台無し。さあ、というわけでね、もうそう、ひたすら右うなじを触っていくだけなの。あとは、どのくらい寄せるか、あと、どの辺にアームを入れるか、ただそれだけ。ね、もう考えることは何もない。ただひたすら右うなじ。これ、バー上乗っちゃったのよね。バー上乗っちゃうとどうかな？よいしょ。まあまあまあ、それでもめちゃくちゃパワー入ってるから、ちゃんと動いてくれる。でね、ポイントとしては、今ね、左手、そうそうそう、この左手が、あの角よりも必ず奥に入るように、爪を入れてあげる。これを逆にね、かく、か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 よ。うん、そう。違う違う。角よりも手前に入れちゃうと戻っちゃうからね。そう、これでズズズズズズってめちゃくちゃ持つ、めちゃくちゃ持つ。あっぶな、もう、怖いわ。あんな、こんなでっかいのがあんなに持ち上がるって、怖すぎる。でもね、もう順調に進んでるわね。両方の手がちょうど入るぐらい。そしてギュギュギュ。あ、いい感じ、いい感じ。え、行くんじゃないこれもしかして。いやだ、はい、詰まった。それではお聞きください。シリアル4種のカルテット。素敵なカルテットに加えてさ、下からガンってやったらピーピーピーっていうおまけ付きよ。はい、じゃあ行くわよ。せーの、プープーピードゥよ。プープーピードゥ。チャンネル登録、評価ボタン、お願いしてもよろしいかしら。はい、じゃあお次はね、いちご味。うん、なんのって話よね。じゃあカプリコのいちご味だったみたい。さっきのと比べるとさ、ちょっとどうしてもね、こう、こじんまりっとした感じになるけど、これめちゃくちゃ入ってた。こんなにっていうぐらいいちご味だった。というわけで、今度は右お尻マニア。デリケートゾーンに順番に手を突っ込んでいくだけ。と思いきやね、思いきやね、ここで一旦、ちょっととどうかなっていう動きになるのよね。うん。これさ、右手が押し上げる力、いわゆる持ち上げる力と、あとはピンクのあいつのグリップ力によっては、これね、持ち上げれない可能性があるのよ。ね。まあ、いわゆるさっきのスライドみたいな感じね。スライドがもしできなかったら、ちょっと手段を変えないとダメね。あー、ちょっとだけ。
ちょっとだけ。であればこの右お尻マニアがちょっと変化します。左うなじマニアに変わります。まあね、人生にはね、天気なんていうのもつきものだからね、これでうまくはめて、まあいいでしょう。ちょっと思ってたと違うけど、まあいっか。じゃああとは右うなじをドンね、これでどんな動きになるか見ながら、どこを触ればいいか考えます。はい、右うなじをちょん、あ、いい感じで後ろ引っ張ってくれたわね。じゃあ次は左うなじをちょんね。まあすっかりね、あのお尻マニアからうなじマニアにと変更すれば、はい、これでいい感じで来たわ。それではお聞きください、ストロベリーのアリア。どことなーく、ほんわかと甘い音がしたわね。ほんと？っていうか、ちょっと待って待って、見て。たったわ。あー。はははは。じゃあ行くわよ、せーの。ぷぷぴ、でよ。ぷぷぴどぅ。かまこの沼。さあ、来たわよ、ダンボールよ、ダンボールね。しかも、濃厚なダンボール。何、濃厚なダンボールって。まあ、というわけでね、まあ、右お尻を濃厚に触っていこう。うん、ね、右お尻がっつり、できる限り寄せて、濃厚な感じで右お尻を撫でてあげて、で、オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ、今度はね、ちょっとね、腰あたりから、もう一度、今みたいに上げてくれるとハマるかなと。あ、って中途半端だな。ねえねえ、ここでね、ちょっと移動限界が来たので、今度は左うなじに変えます。左、コテンってなった、コテンってなった。はい、これはもうストロベリーカプリコ、さっきのやつと一緒ね。さあ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 、奥をさ、奥じゃなく下触るの、あんたね。なんでそこ下触ったの。そっかそっかそっか、まあいい。まあいい。じゃあ、押さえてめくりましょうと。押さえきれない。動いてる動いてる。そのままギュッと。あー、悪くない。ちょっと角度が変わった。あ、これでもうほぼ落ちてるじゃない。ね、こんでやっと後ろ側をキュッと上げればね、いいはず。はい、来たわー。ね、ちょっと途中さ、変なことやっちゃったけどさ、まあ無事ね、行ったかなって。ほんで見て、次も行ってんのよ。今度はさ、赤のダンボール。コンポタージュ。今のアームの動きを見てて、私もうちょっと早く取れんじゃねって思ったからさ、ね、今度はさ、右お尻じゃなくてさ、左うなじを攻めてからの右お尻。ね、マンネリ化は良くないでしょ。ね、たまには違う攻め方しなきゃ。ということでさ、ね、でもやっぱり右お尻結局触るんだけどね。まあ、さっきと同じ感じなんだけど、一回左奥を振ってる分、こんな感じでのっちゃう。ね。で、ちょっと形を整えればね、今ついたから危ないかなと思うんだけど、ちゃんと戻ります。大丈夫です。はい。これで一応念のため形をもう一度整えてから、ちょっとね、左が前に出てるから左強めにかけて、先に左奥を引っ張り上げながらのちゃぶ台返しで、来たー。それではお聞きください。青と赤のオペレッタ。濃厚なストーリーがあなたにも聞こえたかしら。というわけで、じゃあ行くわよ、せーの、ぷぷぴ、ドゥよ。ぷぷぴドゥ。チャンネル登録、評価ボタン、お願いしてもよろしいかしら。本日のフルコース、最後はチョコブラウニーの甘いもので締めようかしらね。というわけでさ、これ、あわよくば、バランスキャッチなんかしたいなーって思ったんだけど、ちょっとダメだったわ。バランスキャッチじゃなくて、たったわ。まあでもね、もうこの形なんて願ったり叶ったりよ。ひたすら今度は左お尻マニア。そう、倒さないようにちょっと寄せは甘め。右手のフォローが入るようにして、こうやってちょっとずつね。まあ全然ちょっとじゃないんだけど。気持ち的にはちょっとずつ。ね、甘いもの一気に頬張るんじゃなくて、ね、なんか。ティーか何か、そう、ティーか何かと一緒にね、甘いものを食べるっていうね、なんかこう、アフタヌーンティーみたいな感じ、なんティーって頭悪い子みたい。はい、ギュンと行きました。さあ、これで最後。
しっかりと決めましょうかね。デリケートさん、あれ入れたかったんだけどな、左手。これはちょっと危ないかも。倒さないで、そっと。おー、オッケーオッケー、ギリギリ。こんな甘いものの楽しみ方、いかが？というわけで、今度はしっかりとデリケートゾーンに手を突っ込んで、そーっと行こうよ。はい、来たー。それでは最後は、甘くゆったりとした音をお聞きください。チョコブラウニーのバラード。はい、ゆったりとした甘いひととき過ごしていただけたかしら。それじゃあいくわよ、せーの、プープーピッドゥー、プープーピッドゥー。はい、というわけでね、しっかり遊ばさせていただきました。大きな段ボール、やっぱり気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい、あの音たまんないわよね。でさ、ね、前回の動画と合わせてフィギュアも、大きな箱も割とね取り方が分かってきたかなね。だからさ、まあ、こそれもね、続けるんだけど、常連さんと一緒にプレイなんてのもそろそろ考えていこうかなって思うの。それじゃあまた次回の動画、もしくはライブでね。バイチャー。